れ、映ってるの？ちゃんと映ってる？大丈夫？はじめまして。ボイスオーレ所属1期生、白鳥玲奈です。小さい頃からファンタジーの世界に憧れていて、声優になればその世界に飛び込んでいけると思って声優を志しました。剣を使ってドラッヘンと戦ったり、マギーを使ってファントムティアと空を飛んだり、ファンタジーって最高でしょ？私、朝が苦手なんだけど、毎朝のアーリーモーニングティータイムが大好きなの。みんなはいつも朝何を飲むの？私は、アサムのロイヤルミルクティーが好き。知ってる？ロイヤルミルクティーは和製英語で、手鍋を使って茶葉を牛乳で煮出した紅茶のことを言うんだけど、英国だとね、ロイヤルミルクティーと言っても通じないの。ティーウィズミルクって言って、紅茶を牛乳で割ったものが一般的らしいの。え？みんなは、朝から紅茶って飲まないの？そう。これから、どうぞ、よろしく。ジュース。